皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。恐竜のお兄さんこと加藤博史です。今回はですね、この恐竜カルタを紹介していきますよ。開けちゃいますね。こんな風に恐竜のイラストと文が書かれていて、カルタとして遊ぶことができちゃうんですね。何何、恐竜カルタ初めての発行が2006年、そして今が12冊ですので、なかなかのベストセラーだと思います。実はこの黒川光弘先生、私一度お会いしたことがあるのですが、とっても素敵な恐竜絵本シリーズを書く作家さんでございますよ。例えばですね、こちらこんなシリーズだったり、こんなシリーズを書いてる方なんですけども、この中でトリケラトプスの親子のシリーズがあるんですけど、なんとそのシリーズが今年で30周年を迎えるそうです。私も小学生時代に黒川先生の絵本よく読んでいましたので、すごく大人気のシリーズと言えますね。黒川先生の講演会に一度行ったことがあるのですが、その際に新しい研究に伴って復元が変わった場合はどういうふうに対応しているのですかと伺ったことがあるのですが、新しい復元もちゃんと確認して書き直したり、ちょこっと書き直したりしているとおっしゃられておりました。新しい研究もしっかり確認する、とても素敵な姿勢だなって私は思っていますよ。こちらのリストを見ていきますよ。こうなってます。何やら私にとっては懐かしい恐竜もちょっと出ていますね。いろいろな恐竜や古生物の名前とイラストが登場しますので、今回からはこのカルタを1枚ずつ使っていって、その古生物たちのことをゆるく紹介していくコーナーを始めていきますからね、楽しみにしていてください。じゃあこのカルタ並べてみましょう。黒川先生の恐竜たちってカラフルなのが魅力だと思っています。そしてこんなに恐竜や古生物のイラストがいっぱいあるので、楽しみながら彼らのことを覚えられるんじゃないかなって思います。緑の色彩とか私結構好きですね。カルタ的な意味で好きです。このナノティラヌス、ティラノサウルスの若者ですからね。この子はティラノサウルスの子供に対する研究の歴史を垣間見ることができちゃいますよ。このカルタに登場する古生物たち、僕がこれからゆるーく紹介していきますので、カルタシリーズお楽しみにしていてください。お楽しみに。